改めまして、クワッドクロス東京ストライクの矢作さゆりでーす。大好きなバナナの謎はまだ謎なのだぞ。なんかちょっとなんかツンっぽい感じだね。なのだぞ。大好きなバナナの謎はまだ謎なのだぞ。大好きなバナナの謎はまだ謎なのだぞ。カノン差し役の遅くないいただきました。自分のバナナ。いただきました。2012年使っていこう。じゃあ私は手おいってやっていきます、ね。流行んないよそれ。絶対んないよ。おーひどいな。すごいな。さあというわけでね。ダイスクワッドクロス。ナス一般発売について。おいっす。皆さんにもうちょっときちんとガイダンスをしていきたいと思います。お願いします。よろしいですか？メモの準備は。うん。はいこちら。あちょっとなんか。大感。こういうの欲しかったんじゃないの？こういうの欲しかったんでしょ、みんな。いいと思います。手多いとかないの？なんか。ねえ、ないの？それは自分に対して言わないといけませんから。そう、自分か。はい。自分に対してのノリツッコミですよ。というわけでね、1月18日に、クワッドクロスの一般発売。はいはい。始まりますが、はい、こちらがですね、こうなっておりまして、鏡開き。今ちょうど初回限定版まで言ってたとこだからさ。あ、すいません。こちらね、メモったの。1、2ってこうディスクに巻いたと、ここにもね、うん、ここのポケットにも、よいしょ。こうやってね、もう一枚入ってるんですけど、ね。入ってますね。ちょっとボロボロといろいろ出てきちゃった。そうですね。ちょっといろいろボロボロ出てきちゃってるんですけど、はい、これが、初回限定版で、3500円。はい、ここに、このあの CD がですね、入ってるものが。はい。そしてですね、通常版は、ここがない。はい。見た目は同じだけど、そうそうそう。ディスクが1枚、ここに入ってるのが入ってない版が、3000円。見た目は、全く同じです。だから、この、ここに入ってる CD が入ってるか入ってないかで、はい。500円しか違わないんだって！えぇ？っておい！